はい、皆さんこんにちは。なんと今クイーンビーから、収録しておりますラジオの時間でございます。これはね、ポジネガチャンネルというね、今年初のポジネガチャンネルで、やっぱりね、最近いろいろ大変なこといっぱいあるじゃないですか。コミケが中心になっちゃったとか、コミケじゃないや、コミケも中心になっちゃうのかな。そうですね、だからそんな中でね、これをね、ネガティブに考えたらもうできないんで、ポジティブにやっていくにはどうしたらいいかってね、これたくさんの人からのリクエストがありまして、今うちのマジックバー潰れそうだとか、うちのレストランやばいっていういっぱい来たんですよ。みんなどこもそうなのね。で、国がまあなんか多少はしてくれるにしても、それにだけ頼ってたらダメということで、ある人間が言ってました。このピンチをチャンスにする、ね、そんなことも含めて我々は考えていこうと。ヨットっていうのは風が吹いてる方向に進んでいきます。だからそれも考えた時、簡単なことではないけど、考えなかったら自滅ということでやってみたいと思いますね。今日は桑太郎君と一緒にポジとネガを語りたいと思います。はい、実際のね、愚痴も入りますよ。それは気にせずいきましょうということで、いきましょう。よろしいですか。はい、ポジネガチャンネルで、桑太郎君、はい、大変だよね今ね。はい、そうですね。はっきり言ってさ、この鶴崎という、場所は、大分のちょっと片田舎だけど、はい、ここはそんなに影響ないじゃん。実際感染者どのぐらいなの今現状。なんか病院でさ、院内感染が出てる。結構出てますよ、この辺は。一気に増えたんで、今鶴崎関係だけでもうどんかな、大分市で今23人4人の方、大分市でね、はい、でその感染源の病院がこの鶴崎の近辺なんですよ。だからラーメン屋はその感染源に囲まれてると言ってぼやいてて、ブーブー文句言ってたけどね、だからさ、はっきり言って今どこも考えてもそうじゃない。静岡が感染してないっていうのと、なんか知らないけどね、一人も出てないって言って、あともう一つ鹿児島でも、じゃあ出たらどうなの、また町はストップしちゃうのってことでしょ。だからこれを映画バイオハザードのように考えたらどうしようもないわけだ。で、映画の中で大体悪役になるのは、これを未然に防ごうというか、これ以上の拡散を防ごうとしてたくさんの人を殺す、まあ、いわゆる俗に言う中国みたいな言い方をされているところがよくあるんだよね。バイオハザードも2ではラクーンシティを全部閉じ込めて焼いてしまおうとかね。もう一つ言うと、有名なあれではね、エボラ出血熱の映画みたいなやつだったんだけど、アウトブレイクでもそうね、街を一つ殺して全部焼いてしまう。だから、中国がそれをやったかやってないか分かんないよ。多分僕は風評被害の全部入ってると思うけど、とにかく止めるんだったらそれが正しいのかもしれないじゃん。だけど人によってはこのね、要するにコロナウイルスっていうのは1年間続くっていうところもある。どうするの1年間続いたら。俺言いたいんだけど、全てのものはやめてしまうの。コミケも何も、それこそマジックマーケットも中止でしょ、そうですよね。それでネットでとか、そしたらレストランみんな潰れるよね。本当寿司屋も何もダメ。これおかしいじゃない。だから僕らが言ってることは、実際にこういう時にこそね、簡単なのは感染に全く怖くないような、要するにシステムを作っていくしかないんだよ。で、俺鶴崎のあるラーメン屋で驚いちゃったんだけど、もう超満員のラーメン屋があって、夜中行ったら、ここコロナ関係ないって、そんなもん関係ないよって、コロナは来るなとかさ、わけのわかんないこと言ってるのかなんて。それをね、ラジオでやったらね、女の人と飲んでるとか誰が言ったんだけど、それはまあ余計なお世話なんだけどね、だからそういうことを考えた時に、大丈夫なところっていうか、大丈夫にやってるとか、そういうもんなんだよね。どこが違うんだろう。で、マジックバーだけでもさ、悲鳴が上がってるところたくさんあって、大変なのはなんだろうな、静岡のノットが、まあ、もう4月中旬で閉めるとか、サプライズもとりあえず閉めるんですよ、今28で書いてましたね、なんか臨時休業って、で臨時休業っていつからオープンするかじゃない。だから僕はね、思ったんだけど、今だからこそ逆に4月のイベントはやるということを大々的に言って、頑張って集まっちゃえばいいんじゃないかと思う、ね、で小池さんが俺に言ってくるんだって、俺が十分答弁したから、もう本当に、じゃあどうせっての、みんなスーパーマーケットにも買いに行けないの。アメリカなんかスーパーマーケットは入場制限があって、年齢別とかさ、そういう地域別でみんなさ、戒厳令してるんだよ、これは戒厳令だよね。だから、みゆちゃんからの連絡があったんだけど、そんなに騒いでてさ、ちょっと騒ぎすぎのような気がすると。で俺もそう思うんだよ、正直言って。それで今までにいろんな疾病病気とかインフルエンザだけだっていろんなのもあったでしょ。 SARS とかコロナとかデング熱とかいろいろあったじゃんね。で、これがどのぐらいすごいのかっていうことを僕は、ネットの中で見たことが一回もないの、ニュースでもね。要するに軽症だとかどうたらこうとか L 型とか S 型とか言ってて、全然そういうことがなしに、ただ大騒ぎしてるよね。で、もう一つ言うと、この症状が悪化してっていう数を見たときに、糖尿病患者とか通常肺炎患者いろいろあるじゃない。そういうか、がんの患者と比べて死亡率異常に少ないよね、異常に。そうですね、感染者もで、風邪は今亡くなったらしいよ、随分。それであともう一つ亡くなってるのがインフルエンザですね、激減してると、だから結論から言っちゃうと、この騒ぎっていうのは何なんだろうなって、やたら仕組まれたような気がしてる。
悪くなってるけどね。で、仕組むって誰が仕組んだんじゃなくて、やっぱりマスコミがこういうふうに仕組んで大騒ぎをして、それがどういう影響になるかってとこ、世界中がこうなっちゃったと。まあ、裏は分かんない、今。さすがに俺が日本にいるから知識が入らないから。うん。だけど、よく考えたときに、我々が言えてることは、毎日の日常生活をどうするかって。だから、クワトロ君とこれ考えていかなきゃいけないのは、そうであって、伊藤マンという僕の大の仲良しが静岡から、静岡を助けるのは僕しかいませんって言ってくれたんだよ。だから来てください。でね、飛行機代から何か全部用意してくれて、それでイベントを1週間うまく、まあ誕生日だってことでそれで来てくれっていう、まあ、お金持ちの人だから、誕生日で俺を大分から呼ぶってすごい人だけどね。だからとにかく何であろうと、逆に会う人間も言ってた、ロミオ・ロドリゲス君かな、彼が経済が危ないとか言ってるけど、スーパーとかそういう販売業の人間たちはもっとすごい儲かってんじゃないのと、うん、だからそれのダメージを食らってるのは外食業とかエンターテインメントとかで、まあ、鈴木さんとかね、そういうのも言ってた、鈴木さんが言ったのかな。ただね、鈴木さんもそういうこと言ってくれたんだけど、茂さんと僕の長吉の国防の人なんだけど、だから本当に必要なものが何かが問われると、じゃあエンターテインメント必要ないのかよとことになっちゃうんだ俺としては、うん、そうですよね、うん、だから例えば戦場のピアニストとか映画あったんだけど、人間の中にエンターテインメントでも娯楽でもそういう音楽とかそういうものってのさ、必要だから戦争の時でもあったわけだし、滅びなかったでしょ。だからもっと考えなきゃいけない。でも言えてることは、ただやめたり自粛するんじゃなくて、どうやったらみんなにね、だから僕はキングダムとか俺の友達の中にこの日だけは来てくれと、モデラートを救ってくれと、ね、でここから改善しようと、一人もかかんなきゃいいだけじゃん、うん、だからかかんないための全力の対策を俺と、猪俣さんがやればいいし、ね、ここも多分絶対出ないと思う、その対策をすればいいし、まあ、ここそんなクラスターになるような人がたくさん来てないからいいけどね、まあ、そうです、うん、でもその前にさ、こっちが何もしなかったら自滅しちゃうってことなんだよ、うん、だから店を閉めていいことなんて本当に一つもないの。だって感染してるの、どこで感染してるの、店で感染してるとか、それほとんどないじゃん、イベントも、うん、K1 一人も出ないでしょ結局、うん、そうです ね、プロレスも出てないんだよ、工業も。要するに K1 はいろいろ政治的な問題があるからいじめられただけであって、他の例えば格闘技イベントは国とか普通の団体がやってるやつは全部そのままやらせてるんだよね。要するに、まあ、これは韓国人朝鮮人が絡んでるのがどうだろうって話になっちゃうんだけど、だからいじめられたんじゃないかとか言ってるけどね、だったらパチンコ屋はどうなんだよとか、パチンコやってるんでしょ、やってますよ、ねえ、うん、競馬場無観客にしてパチンコ屋どうすんだよ、うん、だから随分いい加減だよ ね、うん、そうですね。だから我々いいお店の人たち聞いてる人たちみんな見てて、自分たちからイベントを作ろうだから常連がいるでしょ、常連に言ってぜひこの日を来てくれと絶対吹っ飛ばさない、じゃなくてこの店なくなっちゃうでいい、泣き入れりゃいい、ね、だからそういう形でやるしかないと思う。だから大阪さんも来てくれたけど、そうこういう時だからこそ動こうとして来てくれてるわけです。ね、おかげでなんかお友達がお亡くなりになっちゃって大変な詐欺だったんですよ。言ってましたね。そう。ね、だから皆さん分かってほしいことは、今、コミケも下手するとマジックマーケットも中止。ね、何の意味もないです。中止 のインタビュー聞いたけど、それでオンラインでレクチャーやるから 20% の売り上げを起こせとかさ、それは分かるけど、やるべきだと思う。でレクチャーはやるようなこともちょっと言ってたよね、少人数で。うん、やればいいんです。だから、俺もやります、当然ね。でマジケもクソもない。そうじゃなくて、僕らは向こうに行った時に、ね、やっぱり流行ってる店って関係なく来てて、誰も病気出てないから、風邪ひきも一人もいない。で、人間の体ってのは、免疫体制の強い人と体制の悪い人がいます。で、この話はね、俺得意なんだ。なぜなら俺ね、アレルギー持ってるから。アレルギー持ってる人間って免疫非常に強いんだよね。だから排除するでしょ。だから、それと同じで、だからインフルエンザもずっとかかったことないし、やっぱりそういう話もいっぱいして、世界中の疾病、それこそエボラ出血熱のところ通り過ぎた時の話とかね、今後、今日でね、そういうところの話もして、みんなと一緒にこれをなんとかしていきたいと思う。だから、モデラートはイタリア料理だから、イタリアでこんな拡散したんだろうって、料理で拡散したんじゃないから。まあそうですね。そう、うん。免疫に強い話もね、たくさんしていこうと思ってますんでね。うん。皆さんね、ぜひイベント。そして僕は少なくともそこに行くまで、それ以外のところは必ずクインビーに来ます。ね。だから、ラジオの評判も含めてクインビーに遊びに来てください。ね。で、僕の方にメッセージ、またはクワトロ君のところにメッセージくれたら、僕らは確実にそれに対応して、いいマジックを用意して。教える方も何もそういうね、僕のいろんな話もできます。昨日も来てくれてね、ありがたかったです。みんな来てください、はい、ね、来てここで対策を練りましょう、はい、ね、で私の肩を揉んでくれたら私の免疫のねあれがね映るかもしれないから、肩凝ってるから肩揉んでください、はい、いやーまあね、こう話しててクワトロ君、はい、ね、クインビーは負けませんからね、絶対ね、絶対負けない、はい、本当感染も心配しないでください。
なったらみんなでなりましょう。こんなこと言っちゃいけないらしいよ、なんかわかんないけどね。はい、さあ、そういうことで、ラジオ時間がやってきてしまいました。今日は桑太郎君とねやりましたけど、はい、また明日もね、ラジオ必ずだと負けません、はい、どうも。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。